平成23年5月16日月曜日、衆議院予算委員会に出席し、東日本大震災対策並びに原発問題等について集中審議が行われ、委員からの質疑に答弁しました。17日火曜日、総理大臣官邸で第15回となる原子力災害対策本部会議を開催し、原子力被災者への対応に関する当面の取り組み方針等を決定しました。原子力被害者への支援については、もうすでに2ヶ月を超える避難生活なので、本当に心身ともに疲れ切っておられる方々、私も多くお目にかかってまいりました。政府としては最後の最後まできちんとそれらの皆さんに対して、政府としての責任でもってきちんとした対応をすると、そのことを国民の皆さんにしっかりと申し上げることを含めて、この会議での決定といたしたい。18日水曜日、総理大臣官邸で福島県浪江町の吉田町議会議長、橋爪町議会副議長らから東日本大震災に関する要望を受けました。続いて福島県飯舘村の佐藤村議会議長、滋賀村議会副議長らから東日本大震災に関する要望を受けました。夕方記者会見を行いました。従来の日本のエネルギー政策が化石燃料と原子力という日本の大きな柱で組み立っていたわけでありますけれども、それに加えて自然エネルギーと省エネルギーという日本の柱を加えていく必要があると、このように考えております。19日木曜日、衆議院本会議に出席し、枝野官房長官から東日本大震災復興基本法案と内閣法及び内閣府設置法改正案について趣旨説明が行われ、各会派からの質疑に答弁しました。夕方総理大臣官邸に戻り、第8回となる新成長戦略実現会議を開催しました。続いて第7回となる社会保障改革に関する集中検討会議を開催しました。20日金曜日、朝国会内で第4回となる FTAP EPA のための閣僚会合に出席しました。続いて第17回となる緊急災害対策本部会議を開催しました。その後総理大臣官邸に戻り、宮城県の村井知事からの要望を受けました。午後参議院予算委員会に出席し、東日本大震災原発事故等について集中審議が行われ、委員からの質問に答弁しました。21日土曜日、第4回となる日中韓サミットに出席するため来日している中華人民共和国の温家宝国務院総理、大韓民国のイ・ミョンバク大統領とともに福島市内の避難所を訪問しました。その後都内に戻った韓総理は晩餐会を開催し、日中韓サミットが開幕しました。22日日曜日、朝中国の温家宝国務院総理と会談を行いました。その後第4回となる日中韓サミットが開催され、続いて共同記者会見を行いました。共同記者会見後、日中韓ビジネスサミット参加者との昼食懇談会に出席し、共同声明の趣向を受け挨拶を行いました。
その後、韓国のイ・ミョンバク大統領と会談を行いました。